サンフレッチェ広島のステージ優勝に貢献し、日本代表も務めた元プロサッカー選手森山芳郎。サンフレッチェ広島ユースクラブの監督を務める彼は、今指導者として何に魅力を感じているのだろう。まあ、日に日に変わっていくというか、成長していくというか、その本当毎日の成長、変わっていくのが目に見える、そういうところが非常に楽しいというか。人間形成にも大きく力を注ぐこのユースクラブに、森山は現役引退後コーチを経て2002年に監督に就任した。選手の時は本当にその自分のコンディション、あるいはパフォーマンスを最高にすること、そのことだけを考えればよかったんですけれども、今は指導者として本当に24時間自分以外のことというか、きちんと成長させてあげなければならないという重大な責任もあるなというのを感じてます。成長という言葉に含まれる魅力と責任、これらを糧にしながら森山はまっすぐな気持ちで選手たちを導く。サッカーが好きで上手くなりたいという気持ちを持ってこのチームに入ってきたと思うんですけれども、自分からこう上手くなりたい、だからもっとこうしたいというような、そういう意欲を持たせる、それこそ一人一人の人生がかかってて、本当に夢を持って一人一人勝負してきてる、この子たちが本当に満足できるようにとにかく最大限のサポートしていきたいなと思います。